こんばんは。メッセージありがとうございます。そして、塾費用のお振り込みの方も、本当に丁寧にいつも恐れ入ります。こうやってね、連絡付きで、振り込みしましたよっていうふうにお知らせいただくと、非常に私も、あの、誠実なお気持ちを汲み取れてね、非常に嬉しく思います。で、速化塾の放送はまだまだ続きますので、えー、しっかりとね、受け止めていただきたいかなっていうのと、もしね、 一緒に何かプロジェクトをやってみたいということでしたらご相談いただければと思います。えー、もう本当に私も心広く開 <laughs> けてお待ちしてますんでね、えー、今回ありがとうございましたあの。体に気をつけて寒い中ですけども、お,お風邪などひかれませんように、えー、頑張ってください。それでは今日は以上で失礼します。ありがとうございました。